気をつけるに越したことはない。伊賀人に加勢しようとした忍びは信長配下の忍者軍にことごとく撃ち殺されたと聞く。それに奴ら人にあらずとも。うむら、風魔忍びか。うむら、伊賀に走るつもりであろうが、生かさぬ。貴様か、伊賀人に加勢しようとした忍びをことごとく撃ち殺したというのは。いかにも、おぼろ七人衆が一人、怨行の騎兵士。乱丸、乱丸はおらぬか。乱丸なればこれに。わしも伊賀に行くぞ。無能な武将どもに任せてはおけぬ。北畠様よりの早馬によれば、忍びの得意とする夜間は避け、明日の日中より総攻撃を開始されるとのこと。御殿自らご出馬ならずとも、決着は数日でつきましょう。しかし、いつ影人どもがわしの寝首をかけに来るか。それを思えばこのうつけ者怯えておるわ。各地の忍びどもがこの一年ばかりの間に殿を狙う素振りを見せたのも、元より殿を伊賀まで攻め込ませ、逆に殿の首を狙おうという算段。伊賀の地を取り巻く結界の中ではおぼろの力を操ることさえかないませぬ。今動くは奴らの思うつぼにござりまする。そうであったな。しかし、忌々しきは伊賀に潜む影人どもだ。わしを戦場に出向かせようと思うておるのだろうが、そうはいかん。奴らの泣き顔が目に浮かぶわ。この年、織田信長は自分の次男、北畠信勝を中心に、滝川一政、丹波氏郷、堀秀政、浅野長政、筒井純慶、他多数の武将に命じ、4万4千とも6千とも呼ばれる軍勢を伊賀に差し向けた。天下統一を目前としながら、伊賀一国に投入するには、あまりに過剰な兵力と言えた。忍者の里、伊賀は今、完全に包囲され、すでに1週間にわたって信長軍と一進一退の戦いを繰り返していた。世に言う天正伊賀の乱の始まりである。Thank you.
むな。行け。もうじゃ。綾之助殿、お医者妖刀の使いすぎぜよ。じゃあ。うん。大丈夫だ。心配はいらぬ。おぼろ衆か。ここはもう伊賀と近江の国境、こんなはずれに潜んでいたのか。ここももうダメか。この一年我らがやってきたことは何だったんだ。このままでは伊賀は全滅してしまう。これまでの信長への陽動作戦、全て敵に漏れていたということだな。左近様、あれは甲賀忍者がなぜ。が入ったか。待て。元蔵、まやかしを使うのか。
京さん。いや、助けてもらってすまだった。甲賀のお方かな。わしの名は。私、甲賀和田家の佳代と申します。影人の皆さんとは、後ほど改めてお目にかかります。我々のことを。失礼いたしました。はっ！まこと、にちょる。では左近殿は甲賀衆が織田方についたと言われるのか。おそらく。いや、間違いありません。あれは紛れもなく甲賀衆でした。なるほど。伊賀と古くから盟約を結んでいた甲賀衆が敵に寝返ったのであれば、ここ数日の戦いも納得がいく。確かに伊賀への忍び地がことごとく敵の手に落ち、各地からの援軍はおろか甲賀との連絡すら取れない。さよう。我が里が孤立無援になっておるのは疑いえぬ事実でござる。高野さんとの密約も信長の聖殺しにより阻止され、この一年を振り返ればことごとく我らの計画は裏目に出ております。なるほど。敵に情報を漏らした者がいる、そう言いたいのだな。ちっくとまっとうせや、蘇我雄たち、わしは甲賀が裏切ったとは度外しても思えんのじゃ。この頃、羽柴秀吉の軍勢は鳥取城を包囲、城内は兵糧も尽き果て、さながらガキ地獄であったという。日向殿、わざわざ軍船での兵糧の補給、まことにかたじけない。何、信長公のお言いつけとあれば造作もないこと、お気になさることもない。時に光秀殿。うん、何か面白いものをお目にかけよう。あちらでござる。いや、あれは。あれは信長殿が我が軍の様子を探らせるために忍び入らせた魔物でござる。何者かを。この世のものには見えますまい。おのれ、くせ者。まあ、待たれ。この者、良安と申す者、わしの懐刀でござろうかな。秀吉殿も人が悪い。そろそろ伊賀に参ろうかと存じます。んはは。のう、新たなおたらやよの幕張りや見たおぼうやたたけたれよるけど、時に一つご相談があるのですがな。即刻伊賀総攻撃を開始せい。我が旗の通った後は草木一本も残すな。して朧衆はどうなっておる。伊勢の国外には音羽の源蔵、甲賀の国外には吉良の政郷、あとの4名は御詰めに回っております。妖魔どもがあの地に入れれば、このような手間をかけずに済むものを。伊賀には人外の化粧が済む。伊賀者一人として生かすべからず。
軍手帳。再び信長軍が攻撃を開始いたしました。何、お持ち殿。うん、あの時の。甲賀二十一家の代表として参りました佳代と申します。甲賀。甲賀の言葉を聞こう。はい、甲賀二十一家のうち数家は残念ながら信長に屈服しました。しかし残された我ら一致団結して甲賀の地を守り、断じて信長軍を以外は入れさせませぬ。断じて裏切りはないと。はい、安土から伊賀へは甲賀を通るが最短の距離。しかし我ら甲賀衆がその進路を断てば信長軍の大半が足止めを食らうことになりましょう。しかし安易に甲賀の言葉を信じるわけにはいくまい。いや、その人には今朝方はわしら命を助けてもろうた。信じても構わん。さてどうだかな。この佳代は幼い頃甲賀に嫁がせた私の妹だ。しかしそれだけが私が甲賀を信じたい理由ではござらん。かつてこの地に里を置いた初代桃地丹波はこう記している。大いなる山々に囲まれしこの地に結界を結ばん。いつの日にか怪しき星の天空を先し時のために結界の効かぬ鬼門には腹からを拝し甲賀と呼びて魔性の力を阻止せる。すなわちもとより甲賀は我らが同胞。私はその甲賀を信じたい。皆の意見は。お持ち殿がそう申されるならば。しかしとなると敵に情報を漏らしたのは誰であろうな。むしろ甲賀衆をいたずらに疑わせようとする者。俺や左近様を疑われるのですか。いやいや、いや、甲賀が潔白なればそういう考え方もあるということだ。誰の妹だろうと甲賀が怪しいことに変わりはあるまい。おやめくだされ。私は誰も疑ってはおりません。もし裏切り者がいればその者は忍びの掟に裁かれましょう。甲賀口よりの信長軍進撃はない。主力が足止めを食らう今こそ敵を完膚なきまでに叩き潰せる時だ。打って出て成功するのは甲賀が敵でなかった時だけだ。俺はそんな戦には参加できん。悪いが勝手に行かせてもらう。待て左近、みんなが力を合わせて立ち上がろうっちゅう時に何考え中かじゃ。俺は犬死にする気はない。よっしゃ、わしらの戦いを犬死にっちゅうがか。左近様。佳代殿。まことすまん。左近ちゅうやつは妙にへそが曲がっちゅうやつじゃきに許し通せや。いいえ、でも甲賀は決して伊賀を裏切ったりはいたしません。私は伊賀の皆さんに疑われるくらいなら死んだ方がマシです。いや、誰も疑うじゃらせんちや。いや、わしは口下手じゃきに。子がいなとき、なんちゅうたらえか。お優しいのですね、龍馬様。いや。
様。行くのか。はい、俺は伊賀の下人ですから。この戦勝ちはないぞ。砦に集合だ。おう、急げ。俺は逃げるわけにはいきません。この里に生まれた時から俺は仲間と共に生きてきたのですから。そうか、辛いところだな。はい、頑張れよ。左近様もお達者で。出陣の前にお二人にお話ししておきたいことがござる。先刻北伊賀の上人藤林長友守とその一門を紀伊の根頃地へお忍びさせました。何じゃと。この戦我らに勝ちはありますまい。何を言うつんじゃ。わしらがその気で戦うたら増兵の2万や3万取るに足らんぜよ。いや、そうではござらん。もとよりこの戦は信長をおびき出すを第一としたものでござった。それが望めぬ今、目先の敵をいくら倒したとて我らの勝ちはありますまい。しかし、たとえ伊賀のすべてを失おうとも伊賀の忍びは滅びません。影三流が生き続けるがごとく我らの血もまた受け継がれます。父上が命に代えてそなたに託された刀だ。そなたはこの御神刀を守り、日向と葉隠の里へ行かねばならん。よいな、しかと。もう一つお二人に伝えておきたいことがござる。はい。先ほどお話しした初代桃地丹波の記した記述に、影三流の妖刀の伝承に触れた項目がござる。それによれば、今より数百年もの昔に妖精の出現と魔人の復活を予言した古文書があったと記されております。妖精を昨年の放棄星、魔人を信長とするならば、この妖刀伝を知ることが信長を倒す近道かと思います。妖刀伝。しかしどこ行けばその内容を知ることができるのでしょうか。荒野の地に口伝えで受け継ぐ者がいたと聞きまするが。荒野。話はこれまで。名張の風組水産。影人待っておったぞ。さあ。陣兵。はどうした。それが先導しているのは甲賀の精鋭。何、
何じゃと、おじゃ今何ちゅうた。光学地から、光学地からなだれ込む敵を食い止める手だってな。そんな。すべて焼き払え。草木一本たりとも残してはならん。やめろ、やめてくれ。わしら忍者じゃねえだ。いい話、ババア。歴代の剣客はその青き輝きの中に無双を悟ったと聞くが、お主まだまだ悟りきれてはおらぬようじゃの。お主の心には迷いが多すぎる。無関心を装いながらその実常に戦いに迷うておる。それほどまでに里に残してきた下人のことが気になるならば、なぜ共に戦わなんだ。あのまま戦ったところで無駄死にするだけだ。ほうほう、確かに良き判断じゃ。ならばなぜそれに徹さぬ。ごぼうと問答する気はござらん。待て、一つだけ教えてやろう。影流の真髄、現れざる者、姿なき者、形なき者、見えざる者、すなわちそれは己の心じゃ。心に迷いあらば闇の中の赤子に同じ。今のお主はその赤子じゃ。一つだけ悟ったことがござる。ほうほう。迷いの中に己が進むべき道の何たるかを。キラノマサゴの人操り見抜けなんだか。つまり裏切り者はカヨだったということか。操られているだけだ。この戦我らの完敗でござったな。だがお二方にはまだやらねばならぬことがござろう。
奴は我らが引き受けた。さあ逃げられ。うわっ！伊賀なばりの忍びが使うという四方風魔の陣か。えっ！バン！ぬっ！はっ！やったか。何をやっている。早く逃げられ。かよ、敵に身を奪われたは己が未熟。これも定めだ。共に死んでくれ。伊賀忍法爆雷陣。妖刀の力を使ったのでは龍馬殿まで巻き込んでしまう。カヨ殿、殺してお願い。カヨ殿、お前さん本当はそうやって泣きたかったんじゃろうの。泣き通ってそれでも泣くことはできちゃった。つらかったんじゃろう、苦しかったんじゃろう。今楽にしちゃる、楽にしちゃる気の。史実によれば、圧倒的な信長軍の兵力の前に桃地丹波を長とする伊賀の忍びたちは2ヶ月の長きにわたり激しい攻防を繰り広げ、ついには名張郡柏原村の砦をおとりに壮絶な爆死を遂げたと伝えられている。時に天正9年秋、信長の天下統一は目前のことと思われていた。だがこの戦いの後、わずか1年を待たずして歴史は大きくその流れを変えてゆくのである。この時、太陽系の外周軌道近くまで離れていた奇怪な彗星は再び太陽に再接近しようとしていた。